はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、ファーミングシミュレーターなんですけど、6月になったってことでね、作物のね、売却に行きたいと思います。この中に詰まってるね、2年分のね、大豆をね、売りに行こうと思います。はい、まあ、どのぐらいになるのかなってところですけど、で、それが終わったらね、まあ時間を進めて、まあ、こちらのね、大津麦の収穫を行いたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ということで中古車ですね、1台購入したいと思います。こちらマッセイファーガソンですね。もうちっちゃいやつ十分かなと思うんだけどね、一応もう1台購入しときましょう。エンジンパワー上げてね、まあホイールウェイト、ワイドタイヤのホイールウェイトで、で、まあ、作物センサーも一応つけて115,000ユーロ。はい、こちら購入です。はい、その前にね、トレーラーもね、1台買っちゃおうかなと思うんですよね。まあ理由はね、そろそろ2台あってもいいんじゃねっていうことでね。はい、今回はね、やっぱバニラのね、これを買いましょうか。まあ、これでもいいっちゃいいけど、これにしときましょうか。はい、まあ高すぎたらね、後でなくしちゃえばいいかなってところで。はい、じゃあこちら購入します。はい、でこれはね、買っておいた中古のね、マッセイさんですけど、これで一回ね、トレーラー持って帰ってきましょう。さすがにね、このトレーラー、トラクターだとね、220馬力なんで、ちょっとパワー足んねえかなってところなんでね、あれですけど、だ持ってくのはね、他のハイパワーのやつで持ってきましょうね。はい、いやでもそんな大きくねえかなと思ったけど、十分大きいですよね、ほんとこの大きさってことで、とりあえずは、あ、そうか、ここに置いときましょうね。だいぶ増えてきましたね。ちょうどこれでトラクターが8台になりましたね。はい、じゃあとりあえずハイパワーのトラクターでいきましょうね。多分これが一番馬力あるんですよね。さあ、どのぐらい、結構なお金になると思うんだよな、大豆なんで。6月は一番大豆が高騰するんでね、とりあえず場所を確認しましょうか。で、大豆ですけど、グレンエレベーター点滅してないんだけど、あったあったあった、あそこだ。で、今こっち見てるから、こっちの方ですよね。ここだ、遠いね遠いね、さすがにちょっとここは遠いね。ノースなんちゃらってところ、結局変わんねえな、どっち行っても。どっちにしろ遠いじゃねえかよ。あ、でもこっち、こっち、サウスのが近いか。で、お金がそんなにね、変わんねえから、ここ行きましょう。はい、あっちですね。はい、まあ、量的にね、3回分ですね。3回戦で終わります。ちょっと待って、自動で走ってってくんねえかな。ここで久々にやるけど、仕事を作成、湖じゃないで、配送、仕事開始。とりあえず行ってらっしゃい。俺はね、もう1台でね、自走で行きましょうか。193,000ユーロぐらいね。はい、その数字、ああ、違う違う違う、トラクター単体で言ってどうすんだよね。はい、まあそこまでね、容量はでかくないけどね、これで頑張りましょう。とりあえずブロックドバイアンオブジェクトって出てないから、多分大丈夫。はい、大豆です。意外と搬出
排出スピード速いね、この。あ、でもこんなもんか。はい、行きましょう。とりあえずこっち方面ですよね。まだ到着してねえのか。意外と時間かかるね。俺のね、グリーンハウス群ですけど、ここちゃんと装飾しようね、ほんと。なんか、あれだもんね。なんか、殺風景とか悲しいですよね、なんか。あ、ちょうど今、売却始まってますね。えらい勢いで金が増えてってます。もう14万3000ユーロに、環境スコアで1万8000。やっぱ大豆は儲かりますね。はい、納品。はい、9万。まあ大体10万ユーロですよね。しかしあの AI すごいね。あ、こういうターンしてったのか。よくあんな狭いところで U ターンできたなと思ったけど、できないよね、やっぱり。ショートカット、ショートカット。で、とりあえずこんなお金、こんだけお金があれば、1台ぐらい買ってもいいかもね、あれを。収穫機を。まあ、畑拡張するっつうのもあるけど、収穫機もね、買えるでしょう。あとどんぐらいあるんだ。4万6000か。とりあえずこれも運んでもらいましょう。はい、いってらっしゃい。じゃあこっちをね、やりましょう。はい、残りの大豆ですね。結構60万ぐらいユーロぐらいいくのか。やっぱ大豆儲かりますね、地味に。まあ一気にね、販売してるから儲かってるように見えるっていうのもあるんですけどね。あの、毎月の収入として得てるわけじゃないから。もう入ったかな。先に多分入られたっぽいですよね。あー、入ってってる、入ってってる、今まさに。先に入られると意外と時間かかるんですよ、あれ。ゆっくり出入りするから。はい、やっぱ60万ユーロいきますね、余裕で。そんなとこで止まるのよ、お願いだから。さっき頑張って帰って言ってたじゃん。戻って行ってよ、本当に。はい、こっからだったら帰って行ってくれるかな。はい、行ってらっしゃい。はい、残りのね、これで売却して終了ですね。はい、65万ユーロですね。だから19万3000あった。まあ20万としても20 45万ユーロぐらいにはなったってことで、まあ結構な金になりましたよね、やっぱり。帰りましょう、帰りましょう。とりあえずね、収穫機がね、新しいのまあ買うんですけど、中古が出てきてくれればね、ほんとベストですけどね。まあ出てこなかったら新車で1台買っちゃいましょう。そこそこの大きさのやつでね、やりましょうね。そこそこの大きさのやつで。しかしこれマップのレイアウト見ると、ほんと畜産をしてくれって感じなんでしょうね、多分本来であれば。とりあえず片付けて時間を送りましょうね。もう6月はやることない。
で多分翌月あたりだもんね。あ、だったらトレーラー片付ける必要なかったか。とりあえずここら辺に待機させておきましょう。はい、じゃあ7月にします。